Enki, or another name of his is Prometheus, was murdered by Enlil's son Nergal. Nergal attacked Enki with his three pets, a scorpion, a snake, and a dog, and he ended with a dagger onto Enki's neck. It is Mitra, straddling a bull or Enki, who pulled a dagger out of Enki's neck and tried to save the life of Enki. This is represented by Greek sculpture or statues of Mitra. The bull is Enki himself. In Mesopotamia, Enki was often called Enki Bull. Then, inheriting the intention and the will of Enki after his death, it was Marduk, son of Enki, who took the position of Enki to guide humans. The symbol of Enki is a one eye, or so-called all-seeing eye, and the symbol of Marduk is a triangle. Nowadays, one eye surrounded by a triangle is a symbol of Freemason. But why is a triangle the symbol of Marduk? I, Hiroshi Hayashi, will explain about this with evidence in this video. Enki はエンリルの息子のネルガルに殺害されます。ネルガルは自分のペットのサソリ、ヘビ、犬を使ってエンキを攻撃し、最後に短刀でエンキの首を切ります。そのエンキブルから短刀を抜き、エンキを助けたのがミトラということになります。その様子を表したのはギリシャ彫刻のミトラ像ということになります。で、そのエンキの意志を継いで人間指導の立場に就いたのがエンキの息子のマルドゥックということになります。エンキのシンボルマークは固めの目ということになり、マルドゥックのシンボルマークが三角形ということになります。現在フリーメイソンが使っている三角形で囲まれた固めということになります。つまり目は延期の目、三角形はマルドゥックの三角形ということになります。がなぜ三角形なのか、三角形がなぜマルドゥックのシンボルマークなのか、この動画の中ではそれについて証拠を添えて説明します。広志林、浜松シティ、ジャパン。まず皆さんにメソポタミア周辺に残るバウンダリーストーン、つまり境界石に表現されているマルドゥックの紋章をご覧いただきます。これが境界石です。その境界石にマルドゥックが表現されています。今黄色い四角で囲ったのがマルドゥックです。そして同じようなまあ、紋章がですね、別の境界石にも表現されています。右の境界石にもマルドゥックが表現されています。で、そのマルドゥックの紋章といいますかシンボルマークの中にですね、三角形が描かれている点に注意してください。この三角形は何かということになります。今赤い色をつけてみました。三角形が表現されています。つまり三角形とマルドゥック、マルドゥックと三角形はこのように、関係し合っているということになります。
で、もう少し詳しく調べてみます。マルドックのレリーフはメソポタミア周辺に残っています。マルドックです。マルドックは愛玩ペットのムシュスーを連れていました。それはともかくもマルドックというのは延期の息子ということになります。そのマルドックの紋章に三角形が表現されている点に注意してください。この三角形は何かということについては続く動画の中で説明しますが、右はメソポタミアの、復元された布ということになります。この中にこのような模様が表現されています。これは何かということですね。で、調べてみましたと言いますか、照合してみました。私はこの紋章はマルドックの紋章であると考えています。上段に4つの目が表現されている点にも注意してください。下半分は三叉剣ということになります。そして上半分はつまりはスキもしくはクワと言われているものです。三角形が表現されています。そしてその三角形がバウンダリーストーンの中にも表現されていて、現代アートの中で表現されているマルドックが持っている、武器としても表現されています。もともとマルドックというのはつまりは武器の名前であったということになります。いつもマルドックという神がですね、その武器を持っていたために、その神のことを人々は、人間はマルドックと呼ぶようになったと言われています。つまりマルドックのシンボルマークは三角形であったということになります。by 林博士説です。で、左はウルの女王プアビの墓から発掘された二重マスゲームと呼ばれている、ボードですけども、これはゲームではありません。それについては別のところで説明しますが、ともかくもそのボードの中に4つの目が表現されている点に注意してください。4つの目は丸で囲まれています。つまり10の位を表すことになります。現在の今でもですね、1に丸をつけますと10になります。同じコンセプトです。そして上上段にはですね、このようなアーティファクトもメソポタミア周辺で見つかっています。一般にはミトラの像と言われていますけども、ミトラの像ではありません。延期つまりプロメテウスの像ということになります。4つの目つまり40を表します。40は延期つまりプロメテウスの神聖数ということになります。つまり目はプロメテウスの目ということになります。つまり目と三角を合わせて作られたのが、私たちが現在言うところのフリーメイソンの目ということになります。目と三角、あるいは三角で囲まれた目ということになります。右は現在アメリカの1ドル札の裏に、印刷されているフリーメイソンのシンボルマークということになります。こうして三角と目がつながりました。繰り返しますが、目はプロメテウスの目、そして三角はその息子のマルドックを表すシンボルマークということになります。その三角形は時々あちこちに現れてきます。下はミトラ教の神事の様子を表した絵ということになります。このミトラ教の神事の絵の中央ですね、中央にミトラが表現され、向かって左側にエンディルライオンが表現されています。日本の不動明王ということになります。そして中央に、短剣を抜いているミトラが表現されています。こうしてミトラは延期つまりプロメテウスの命を救おうとした、あるいは救ったということになります。で、結論ということになります。マルドックと三角形、三角形とマルドックですね。で、この事実は現在の私たち人間にとってとても重要な意味を持つと私は考えています。ということで、もう一度おさらいして、それを今日のこの動画の結論とします。今ご覧いただいているのがメソポタミアに残るバウンダリーストーンです。その中にマルドックの紋章が表現されています。三角形つまり武器ということになるわけですけども、と愛玩ペットの
ムシュスということになります。中央のバウンダリーストーンが分かりやすいと思います。ムシュスと、そしてつまり三角形のスキクワとも言われてますけども、武器と、そして、まあ、その2つが表現されているということですね。それがマルドゥックの紋章ということになります。その三角形がマルドゥックと三角形を結びつける証拠ということになります。つまりこの三角形がマルドゥックの象徴的なシンボルマークとなったというわけです。で、マルドゥックです。ムシュスーという動物でそれが証明されます。つまり上に描かれているのはマルドゥックの紋章ということになります。マルドゥックというのは延期の息子ということになります。延期はエンリルの息子のネルガルに殺害されます。ともかくもこうしてマルドゥックの紋章が決まったということになります。そして右上はですね、私が偶然見つけた、まあ、メソポタミアの、復元された布ということになります。上に4つの目が表現されている点にも注意してください。で、この赤枠で囲った部分ですけども、上半分が三角、下が三叉剣、つまりマルドゥックになっています。マルドゥックというのはもともとは武器の名前でした。で、下にマルドゥックを表現した絵を集めてみました。赤い絵はですね、これは現代アートに描かれているマルドゥックということになりますが、まあ、奇妙なことにマルドゥックは左手にですね、三角形のスキ、もしくはクワ、もしくは武器を持っている点に注意してください。こうしてマルドゥックと三角形がつながっていきました。つまり三角形はマルドゥックのシンボルマークということになります。そしてプロメテウスの目とですね、三角形を合わせて現在のフリーメイソンのシンボルマークになったと私林留氏は考えています。三角形です。そして目についてはですね、これは女王プアビの墓から発掘された、まあ、ゲームボードということになってますけども、その中に目が表現されています。4つの目、つまり40を表します。20枠で囲まれてますから10、10、10、10の40というわけです。40というのは延期エアプロメテウスの神聖数ということになります。その目とマルドゥックの三角形を合わせてできたのが三角形の中の目ということになります。つまりマルドゥックはこのような形で、私はプロメテウスエア延期の正当な後継者であることを私たち人間に示したということになります。上のようなアーティファクトも見つかっていますが、これはミトラ像ではありません。延期エアプロメテウスを表した土偶ということになります。そして目と三角を合わせてできた紋章が右の紋章ということになります。そしてそれが現在はフリーメイソンのシンボルマークとなっているということです。これで三角形がどういう意味を持つか皆さんにも分かっていただけたと思います。Thank you.
What does the Illuminati triangle mean? Olaf Simons, researcher on the Illuminati at the Gata Research Center, answers in the Gata Pesansa website that the triangle with the eye is not an Illuminati symbol, but the Christian Trinity of the Eye of Providence. It is a Roman Catholic Christian symbol that emerges in the Renaissance. It is usually depicted in a triangle in order to get the additional Trinity into the picture. I, Hiroshi Hayashi, just wonder if what it mentions here is correct. What is it the triangle stands for? Here I can show you my answer. イルミナティのメンバーたちが使っている三角形にはどんな意味があるのでしょうか。ベストアンサーの中でゴタ研究所のイルミナティに関する研究員のオラフ・シモン氏は次のように答えています。目を持った三角形はルネサンス期に現れたローマンカトリックのシンボルです。イルミナティのシンボルマークではありません。三角形は普通三位一体を表すものです。つまり摂理の目ということになります。が本当にそうでしょうか。三角形は何を意味するのでしょうか。その謎についてここで考えてみます。広志林、浜松シティ、ジャパン。三角形の解釈についてさまざまな研究家がですね、さまざまな意見を発表しています。三位一体説が一般的ですが、幾何学模様説ですね、あるいはそれぞれの辺にはそれぞれの意味がある説などなどが、私林浩司の解釈は全く違ったものです。結論を先に言えば、目はマルドックの目です。固めのマルドックです。そして三角形はまさしくマルドックのシンボルマークということになります。まず皆さんに知っていただきたいのはですね、目、つまりカトリックが言う Eye of Providence の目は、実は紀元前2600年頃にはすでに存在していたということです。その証拠はですね、女王プアビの墓、ウルのジグラートの近くにある女王プアビの墓から発見された、二重マスゲームと呼ばれているゲームボードですが、これはゲームボードではありません。神々のカレンダーですが、それは今日のポイントではありません。その二重マスゲームの模様の中にすでに目のマークが表現されています。で、その目のマークで表現されている神は誰かということになりますと、神聖数40を表すところから、まさに延期エアプロメテウスの目ということになります。まずそれを皆さんに納得していただきたいと思います。繰り返しますが、ここが重要です。紀元前2600年、今から4600年前にすでに Eye of Providence、 摂理の目なるものは存在していたということになります。カトリックのシンボルマークではありません。それをまず皆さんに納得していただき、その後三角形の持つ意味について説明します。
Wikimedia writes about the Eye of Providence as follows. The Eye of Providence is a symbol depicting the all-seeing eye of God in a triangle and or surrounded by rays of glory. It can be a real Christian symbol, in which case the triangle stands for the Christian Trinity, but it was also taken up by 18th century Freemasons. In the 20th century, it was adopted as a symbol of Cao Dai, which is a new religious movement founded in Vietnam. No. The Eye of Providence is a symbol of Illuminati and Freemason, not of Christianity. It originated from the Eye of Prometheus. Here is its evidence and proof. The Eye of Providence、つまり摂理の目というのは三角形で囲まれた神の目ということになっています。ウィキメディアにも次のようにあります。The Eye of Providence は正しくはキリスト教のシンボルである。目を取り囲んでいる三角形はキリスト教でいう三位一体を表している。周りの光線は栄光を表す。が、18世紀まではフリーメイソンによっても取り上げられていた。20世紀になってからは、カオダイ、つまりベトナムの新しい宗教運動のシンボルとしても採用されていると。No. 摂理の目はイルミナティとフリーメイソンのシンボルです。キリスト教のシンボルではありません。もともとは The Eye of Prometheus、つまりプロメテウスの目でした。その証拠と証明をこの動画の中でお見せします。広し林、浜松シティ、ジャパン。繰り返します。The Eye of Providence は、もともとは The Eye of Prometheus、つまりプロメテウスの目でした。それを順にこの動画の中で証明します。ジョー・プアビが君臨したメソポタミアのウルからこのようなゲーム版なるものが発見されています。現在このゲーム版なるものは大英博物館に所蔵されています。世界最古のゲーム版と呼ばれています。これはゲーム版ではありません。カレンダーです。今そのゲーム版なるものを皆さんにご覧いただいてますけども、このゲーム版なるものには5種類の文様が描かれています。5種類あります。で、まあ、簡単にこれがカレンダーであることを説明しておきます。右から7つが7曜日を表します。そしてチップあるいはコマのようなものを毎日1個ずつ動かしていきます。で、1回動かしましたら左の方に1つずつコマを進めていきます。こうして 7×13 で91という数字が出てきます。これを4シーズン繰り返しますと364になります。何らかの形でまあ、1を足しますと365になります。この方式は私たちがトランプと呼んでいる、まあ、あのトランプですね。カードのカレンダー説と一致いたします。このウルのゲーム版イコール、まあ、カレンダー説は、バイ・林・ヒロシ説によるものです。まあ、このようにして、まあ、これはカレンダーとして使っていたということですね。で、模様が一致したときには、その神の日だということに、まあ、定めていたのかもしれません。それは私の、まあ、仮説です。ともかくもこれはゲーム版ではありませんが、これは今日のポイントではありません。ここに5種類の模様が描かれているということです。で、それをこれから順に説明します。まあ、この、カレンダーの使い方は別のところで詳しく説明しました。で、これからその5種類の模様を見ていただきます。これが、まあ、イナンナ・イシュターの文様であることはもう言うまでもありません。8方向に伸びる
まあ、金星を表しています。そして右がイナナ・イシターです。メソポタミアでは、イシターと呼ばれていました。で、これがウルクですね。ウルクの残る、まあ、レリーフです。で、このイナナ・イシターがこのように描かれていますけども、ウルクがイナナ・イシターの本拠地ということになります。ギルガメシ物語の舞台ともなったのがウルクです。で、これがイナナ・イシターであることは、いいですね。そしてそのもう一つこの五が四つ書いてあります。これは五子二十で二十を表します。二十というのはシャマシの神聖数です。なあち、まあ、イシターとシャマシは、まあ、兄弟関係にあったと言われています。そして後にですね、イシターとシャマシが組んでキリスト教を立ち上げます。二十はシャマシの神聖数です。太陽を表しています。右がもしその紋章です。で、一番右がですね、これがシャマシの世界最古のレリーフと言われています。頭の周りに、まあ、ハローをつけている点に注意してください。その先に光線が伸びています。で、神々の、バビロニの神々について復習しておきます。で、頂点にイシタールが立ち、左にシン、そして右にシャマシがいます。で、それぞれの神の神聖数をこれから皆さんにご覧いただきます。アヌ号ですね。そして、ここにいるのがエンリルです。そして、その下にいるのがエア、すなわち延期です。そして、ここにいるのがイシターです。イナナですね。日本ではイナナと呼ばれていました。で、これがシャーマッシュです。そして、その下にニフルサグです。延期のお姉さんとも言われています。まあ、延期と組んで、人間の改造をしました。それぞれの、申請数をこれから お見せしますから、注意深くご覧ください。アヌ王は60です。アヌ王は60です。そしてエンリルは50です。そしてエア、延期は40です。ここが重要です。エア、延期は40です。そして、イシターは15です。申請数は15です。そしてシャーマシュは20です。そしてニフルさんは12です。ここで重要なのは、延期が40であるという点です。これが延期の申請数です。で、その申請数40について、もう一度考えてみたいと思います。先ほど紹介しました5種類の文様をもう一度見ていただきます。これが5種類の文様です。一番上の左が、これはイナナ・イシターのシンボルマークです。金星を表します。で、その、順にこれからこの文様の謎を解いていきますけども、これはイナナ・イシターの文様であることには間違いありませんね。そして、ここに死後20ですから、これはシャーマシの文様ということになります。で、5はですね、これ50と読みます。50と読みますと、これエンリルです。で、12は言うまでもなくネイフルサングです。そして40が延期の、まあ、申請数ということになります。で、20枠は10と数えます。ですから、15の5は50と数えます。そして一番右も4ではなくて20枠になってますから、40と、まあ、読みます。そうしますと、神々の申請数とパーフェクトに一致します。60がアヌ王、50がエンリル、40が延期、12がニフルサグですね。それから20がシャーマッシュ、15が、イシターということになります。イシターは8方向に伸びる、イナナイシターはですね、8方向に伸びる星をかたどっています。で、ここに12がニフルサグで、まあ、12称号しているわけです。ここが重要ですね。これで40、40で、40というのは、これは延期の、まあ、申請数であることがわかります。こうして、40という申請数と、そして上の、目の模様ですね、と重なります。つながっていきます。なあち、目の模様は延期であることを示しています。ここが重要です。目の模様は延期であることを示しています。その延期の息子がマルドクということになります。延期の息子がマルドクということになります。こうして一番向かって右に注意してください。目が4つで40。そして40は延期の申請数である。そしてその申請数、まあ、延期のですね、息子がマルドクであるということになります。ここが重要です。延期の息子がマルドク、すなわち40ということになります。さらに、ダメ押しをしておきます。同じウルからこのようなハンドバッグのようなものが発掘されています。現地の考古学者の先生たちはこれをバケツと説明していますが、バケツなんかではありません。もっと意味のあるものです。そのハンドバッグのようなものの表面には2種類の文様が彫刻されています。上がイナナ・イシターの文様です。下にはですね、目が4つ
彫刻されています。40、すなわち延期のシンボルマークであると同時に、延期の申請数ということになります。まあ、ちょうど、まあ、延期のいたエリドゥと、それから、下のいたウルクの間に、ウルがあったということから、まあ、その調和を保つために、このように2種類の文様を刻んだと、林博士は判断しています。そして、この目がですね、の後の、イルミナティのシンボルマークと、なっていきました。by 林博士説です。そしてこの目がですね、まあ私が知る限り、私が発見した範囲ではですね、最も古いイルミナティの目のシンボルマークということになります。by 林博士説です。注意深くご覧ください。ここで初めて、歴史上初めて目が登場するということです。そしてその目が、後のイルミナティのシンボルマークとなっていったということになります。by 林博士説です。ここが今日のこの動画のポイントということになりますから、皆さん自身で確認してください。つまり、目のマークはですね、紀元前2600年にはすでにこの地球上にあったということです。女王プアービの墓の中からそれが見つかったということです。で、その目はですね、女王プアービが残した20マスゲームと言われているゲームボードの中に表現されていたわけですけれども、そこに表現されていた目は40を表すということになります。40というのはエア延期プロメテウスの申請数ということになります。つまり40はプロメテウスということになるわけです。で、そのプロメテウスとマルドックの関係についてはですね、最も分かりやすい例としては、ニューヨークのハドソン湾に立つあの自由の像ということになります。あの自由の像なるものはプロメテウスを題材にして、そしてギリシャ彫刻のディオニソウス、つまりプロメテウスの息子のマルドックをモデルにして作られた像であるということです。つまりマルドックはプロメテウスの正当な後継者ということになります。マルドックがプロメテウスの目、つまりエア延期の目を自分のシンボルマークとして使っていたとしてもおかしくありません。で、そのマルドックはどんな神であったかについてはこの後すぐに説明します。ここでは要するに、あの自由の像なるものはプロメテウスを題材にして、ギリシャ彫刻のディオニソースの像を元にして作られているということです。まずそれをご覧になっていただき、その後でマルドックの、まあ、歴史的な意味について説明します。さらにその後になぜ三角なのかということを皆さんに説明します。延期とマルドック、つまりプロメテウスとディオニソースの関係は、ハドソン湾の自由の像を見ればそれがわかります。今も言いましたように、あの自由の像なるものはプロメテウスを題材にして、そしてギリシャ彫刻のディオニソース像を元にして作られているということです。それを皆さん自身の目でどうかご確認ください。つまりプロメテウスの正当な後継者になっているのがマルドックということになるわけです。つまりエア延期の
正当な後継者がマルドックということになります。そしてそのマルドックは現在のフリーメイソン、そしてその後のイルミナティへと続いています。右が自由の像です。中央がディオニソース、またの名をアポロと言いますが、そのディオニソース像です。顔が一致します。やや自由の像の方が幅広になっています。で、横縮めをするとですね、その顔はそのままディオニソース像となります。ポーズも同じです。胸の膨らみも同じです。お下げと言いますか、髪の毛の表現の仕方も同じです。まあ、こんなところを注意深く判断してください。繰り返しになりますが、自由の像はですね、足に鎖を巻いています。足に鎖を巻いているところからプロメテウスということになるわけです。ところがですね、ギリシャ彫刻にはプロメテウス像はほとんど残っていません。私が知る限り2体だけです。そんなわけで自由の像を作った制作者たちはですね、その息子のディオニソース、つまりバッカスの像を元にして作ったというふうに考えています。ポーズが同じです。そして手にはトーチのようなものを持っているということですね。そしてその像はジョージ・ワシントンの像へとつながっていきます。そしてそのジョージ・ワシントンはバフォメット教の信仰者でした。ポーズも同じです。こうしてマルドックとバフォメットがつながっていきますが、それは今日のポイントではありません。ともかくもこのように像においてもですね、点と点が線でつながっているということになります。古代の核戦争についてゼカリア・シッチンは次のように説明しています。マルドックとアヌナンキの関係です。その一部を翻訳してみました。およそ4000年前、アヌンナキの大部分は地球を去った。同時にシナイ半島の宇宙基地とソドムとゴモラを核で破壊した。しかしイエ、つまりエンリルの長男マードックは彼の忠実な王と共に地球に残った。バビロニアに残る神々の構図によればですね、今上の赤い枠の部分がイエ、つまり延期です。そしてその左下に位置するのがマルドックということになります。つまり、一応延期の息子がマルドックという位置づけになっています。マルドックは過去において人間の女性と結婚した。その女性というのはアヌンナキと人間の混合種であった。それゆえに、つまり人間の女性と結婚したため、ニビルへ戻ることを許されなかった。人間は天国、つまりニビルへ入ることを許可されていなかった。イーノックのような例外は時と場合にはあるが、そうでなければ許可されたとしても短期間のものであった。イーノックは創世記第7章によればですね、神と共にこの地球を去ったとあります。そのためマードックはハイブリッド種の妻と一緒に暮らし、ニビルでの皇族としての地位を失うか、それとも妻を捨て彼の地位を維持するべきかの選択をしなければならなかった。すでにアヌ王や枢機卿たちの怒りを受けていたこともあり、彼以前のナムールの血筋を引いていたので、マードックは地位などクソくらえと言って妻を選んだ。
しかし、マードックは彼の親族を忘れることも許すことも決してなかった。彼の親族が自分を裏切ったと考えていた。それでマードックはエンリル派一派、つまりレプタリアン族との対決を宣言し、地球の支配者になることを望んだ。結局、この地球の支配者は、延期の息子であるマルドックと、エンリル派の流れを組むイナンナ・イシュタールの、二人の神ということになります。少なくとも、王が地球にいなくなるよりは良いとマードックは考えた。そのため、イナンナと激しく戦った。イナンナというのは、エンリル派一派の女性であった。権力に溺れた二人のアヌンナキが原因で、その戦争により何千人もの人間兵士が巻き込まれ、殺された。ゼカリア・シッチンによればですね、結局この2派が、人間を使って戦争したということになります。そして多くの人間が犠牲になったということになります。アヌンナキが地球を去ったとき、すでにマードックの妻、つまり人間は死んでいた。マードックの妻は神々のように長寿ではなかったが、アヌ王や枢機卿たちはその反抗的な性格により、マードックがニビルに戻ってくることを望まなかった。ニビルがプラネット X であるかどうかについては議論が続いています。しかし、プラネット X がニビルでないという方が無理なのではないでしょうか。ニビルとプラネット X の軌道は一致しています。そしてニビルもプラネット X も3600年の周期で太陽を回っています。代わりにアヌ王たちはマードックを地球に残し、好きなことをさせた。もしマードックが地球の王になりたいというのなら、それはそれで良いと。が、神々はマードックがその基地を使ったり乗っ取らないようにと、最初に市内の宇宙基地を核で破壊した。シナイ半島及びメソポタミアのチグリス・ユーフラテス川流域には核攻撃を受けたらしいという痕跡が残っています。それについては別のところで私、林博士が証明しましたので、どうかそちらをご覧になってください。それ以来、マードックがこの地球の責任者となった。少なくとも地球の大部分の支配者となった。マードックは現在、私たちが地球のエリート、つまりイルミナティ、さらにはあるべき権力と呼ぶ実質的な派閥の権力者であった。ここで地球のエリートを意味するイルミナティという言葉が歴史上初めて出てくる点に注意してください。マルドックの周辺からそのイルミナティという言葉が出てきています。しかし彼はただ一人の責任者ではなかった。他にも地球エリートの部分を操る別個の勢力があった。そのため、事情は複雑であった。近く、さらに詳しく調べることになる。神々が地球を放棄して以来、延期一派、サーペント族、つまり竜族とエンリル派一派、ラム族、つまりレプタリアン族が地球に残された。そして
彼らのうち何人かはニビル王国に対して忠誠を誓っていた。もちろんマードックは明らかにそうではなかったが、こうして延期の流れを組むマルドックと、そしてエンリルの流れを組むイナンナ・イシュタールとの対立構造が生まれたというわけです。で、結論ということになります。なぜ三角形なのかということですね。が、皮肉なことに歴史は複雑です。神々の世界もこれまた複雑ですが、時には明快すぎるほど簡単なこともあります。三角形がその一つということになります。なぜ現在のフリーメイソン、そしてイルミナティはですね、三角形の目のマークを使っているかですけども、それについてはさまざまなもっともらしい理由がつけられています。で、現在の今ではですね、一般説として特に三角形については、これは三位一体を表すものだというわけですが、キリスト教が生まれるよりもはるかその昔、すでに目のマークはありましたと同時に三角形の意味もありました。まあ、それを最後に結論として話しますが、要するに歴史というのはですね、もっと分かりやすく言えば、私たちが知っている歴史というのは人間の都合の良いように、さらに言えば宗教の都合の良いように作り変えられ、ねじ曲げられ、そして捏造されてきたということになるのではないでしょうか。三角形の持つ意味はもっと単純で分かりやすいということです。つまり三角形そのものはマルドックのシンボルマークであったということです。その証拠をこれから皆さんにお見せします。それがこの動画の結論ということになります。ハジオス・プヌーマという方のお書きになりました論文の一節に次のような文章があります。ハジオス・プヌーマ著、ヤーウェ、神々の紋章プライム3という論文の中です。この論文の中でハジオス・プヌーマ氏は次のように書いています。 Marduk became the official god of Babylonia. The Babylonians referred to Marduk as Bel, which derived from the Semitic word Baal or Lord. Engraved on Babylonia's oldest monuments called Ziggurat is a portrait of Marduk. で、次の部分ですね。Holding a triangle spade or hoe, which symbolized fertility and vegetation. 繰り返します。Holding a triangle spade or hoe, which symbolized fertility and vegetation. この赤枠の部分に注意してください。マルドックの最も古いポートレート、自画像はバビロニアに残っていたというのです。そしてその最も古いポートレートによればですね、マルドックは手に三角形の鋤あるいは鍬を持っていたというのです。その三角形の鋤鍬というのは、つまりは豊穣と工作をシンボライズしたものであったというのです。で、その絵を探してみました。本当にマルドックは三角形の鋤あるいは鍬を持っていたのかとです。マルドックが向かって右側、左手に持っているアイテムに注意してください。三角形の鋤あるいは鍬のようなものを持っています。従来は武器と考えられていましたが、これは武器ではなく鋤あるいは
クワということになります。そしてその三角形がマルドゥックのシンボルマークとなったというわけです。そしてその流れを組むフリーメイソンイルミナティはそのマークを、それが何であるかもわからないまま使っているということになります。他に三角形の説明ができない以上、三角形はマルドゥックが持つ月もしくはクワに由来すると考えるのはごく自然なことです。三位一体などという、つまりはこじつけ的な説明はもう通用しないということになります。なぜならばマルドックがそのアイテムを持っていたのははるか遠い昔、今から数千年以上も前のことだったからです。つまり中央にプロメテウスエア延期の目を置き、そしてその周りを自分のシンボルマークである三角形で囲んだということになります。
Thank you.